よ。チャオメン3つ、辛いのお願い。だから朝食は出来たて熱々のシャオメンしか勝たん。このピリ辛身にしみるな。脅迫者さん、お口に合いますか？白紙は昨日からずっと研究員に閉じこもってるみたい。データだの報告だの全部終わらないと会えないかもな。いや、超重要サンプルの漂白者なら話は別かも。研究員の入り口に漂白者を縛り付けて、しばらく時間を置けばあっという間に過疎研究員に行列ができる。で、その列の先頭を見てみれば、漂白者の具合が気になって仕方がない白紙が並んでるってわけ。そういえば昨日の話の続きで、マンゴスチンと葉っぱの方はまだだけど、飴玉と日時計についてはある程度分かったんだよね。研究員に1回行っただけで2件も解決できるなんて、漂白者が冴えてるっていうか、レイン様はわざと分かりやすくしてる？漂白者さん、次はどうしますか？昨日からちょっと頭使いすぎじゃない？そろそろ体を動かす時間だよ。おお、いいぞいいぞ、その調子で残像をガンガン粉々にしちゃえ。しかも漂白者さんもほどほどにしてください。でも場外に出るなら私は一緒に行けなくなる。仕事があるからな。やんやん、漂白者のことは任せたぜ。用があってもなくてもいつでも連絡してくれて大丈夫だからな。信じてるよ漂白者。はい、そうします。そういった素材が必要な場合は訓練基地で権現教官を訪ねてください。そこ、でしたらきっと大丈夫です。
縄文の警備が一段と厳しくなったみたいですね。縄文の警備が一段と厳しくなったみたいですね。前に来た時はまだ普通だったのですが。この先は北楽野原です。通行権限がなければお通しできません。道士さん、もう随分経ったから、もうそろそろ諦めてくれないか。これは昨日会った軍人さん、その説はどうも。金堂は共鳴者、腕にも多少自信がある。故に城外に向かい人探しをする所存である。一度任されたからには見つけるまでは帰れない。そこはどうか理解いただきたい。たとえ共鳴者であっても今はお通しできません。城内はさほど変わりないように見える。前線の状況はそれほど緊迫しているのか。これも城内を安心させるためだ。どうか分かってくれ。それに北楽野原には兵士たちと共に紀元将軍がいます。確かに戦場は危険ですが、将軍であれば必ずどんな困難も退けてくれるはずです。それとお前のことも報告しておいた。城内で家宝を待っていればいい。ここで時間を費やす必要はない。巡礼所への説明もしたし、その他もろもろの手も尽くした。引き受けた以上どんなことでもやる。それにあなた方の苦労も理解している。だから頻度はあなた方を困らせたくはない。ここにいて邪魔なのであれば姿を隠して遠くから見張ることも可能だが。戦況は常に変化している。ここで待てば予期軍に会えるわけじゃない。予期軍が帰ってきても探しているその人がいるとも限らない。それに戦場は危険だ。通行権限も簡単に手に入るものじゃない。はい、確認しました。二人で間違いありませんか。ありがとう。この恩は決して忘れない。軍人さん、これなら問題ないよね。最高レベルの権限なら、はい、大丈夫です。というか軍を率いていてもおかしくないレベルだな、これ。はっ。それってつまりあなたは石崩れの高地にある予期の駐屯地で退役した軍人のお孫さんを探したいということでしょ。ヤンヤン殿の言う通り、事前に集めた情報によると総合爺さんのお孫さんは石崩れの高地にいる可能性が一番高い。二人に会えてよかった。これでようやく本格的な人探しができる。金堂にお任せあれ。
なんでこんなところに一般人が。予期軍東白所属のヤンヤンです。人探し支援。探しているのは共鳴者じゃなくて一般人なんだよな。いかにも。会ったことはあるか。無事なのか。一応な。あいつは正規の軍人じゃないのに、なぜか戦闘に参加しようと躍起になっていた。そのせいか去年から密かに輸送隊について行ったことが何回かあったんだ。それで副班への軍需官に連れてかれた。今城内にいないのであれば、おそらく前方の副班への駐屯地にいるはず。だがそこから先に進むと戦場だ。それ以上は行かないでくれ。一般の者を危険にさらすわけにはいかない。感謝します。それとその方向に向かうなら、同僚である東博に協力してほしいことがある。付近の2つの偵察装置の連絡が途絶えている。状況を確認してきてくれないか。わかりました。偵察装置の座標をデバイスに送信しておく。行こう。行こう。これは予想外ね。行こう。この先が偵察装置。妙に人が多い。軍人には見えませんね。失礼。ここで何をしている。戦場の近くは危険だ。俺たちは何も。ちょうど城内に戻ろうとしてたところだ。すみません、この偵察装置ですが。逃げろ。もう無理。お腹ペコペコ。許してくれ。もう盗むしか方法がないんだ。何があった？最近北部の戦況が厳しい。物資が減って生きることさえ難しくなってきた。それでいろいろと考えた結果、やっぱり町に戻ることにしたんだ。でも私らはもう長い間ろくなもんを食ってね。金もそこをついちまった。大体の奴らはもう歩けないくらい腹が減ってんだよ。で、たまたま通りかかったここに貴重な備品が置いてあるのを見つけたんだ。軍隊は戦争に行ってるし、誰に見張られてるわけでもないし、この木に何か盗んで金にしようと思って。偵察装置が機能を失えば、ここに残像町が発生する可能性が高まります。
もし本当にそうなれば、前線の戦士たちは敵に囲まれた状態に陥ることになる。そうして人に迷惑がかかるとは考えなかったのですか？知ったこっちゃねえよ。残像長が来る前に死んじまいそうだったんだ。盗みは許されない。返してもらおうか。だが今週城までまだ距離がある。このグオケはあなたたちにあげよう。あと食べ物も金も少しだが持っていくといい。これだけあれば今週城まで持つだろう。これ全部？ありがとうございます。ちょ、落ち着け。今から食べるな。恩人様に礼を言うのが先だろう。常に善を持って人を救う、ゆえに捨てるものなしと師匠が言ってた。気にするな。気をつけて。なかなか手強い。恩をあだで返すつもりか。この大人数だ。これだけじゃった。待て、クオさんだ。痛い。もうやめてくれ。ヒンドウは食べ物も金も渡した。それなのになぜこのような真似を。もしかしてまだ他の仲間がいるのか。今の動き、加えてその服装、立派な一般人だよ。ついこの間追放者になったってだけで、もともと町を出て順位から逃げようと思っていたんだが、まさか北部での戦闘があんなに大変なことになるなんて。ボスの貯蓄はすぐ空っぽになっちまった。だから町に戻ろうとしたんだが、途中で食料と金を使い切っちまって、それで仕方なく盗みを。ちょうど駐屯地に誰もいなかったんだ。じゃないとさすがに軍のものを盗む度胸はねえよ。なあ、あんたら私らと違って少年まで善人なんだろ。もう少し金を恵んじゃくんねえか。ほら、こんなにたくさんの人が苦しんでる。それに今は怪我してるやつもいるんだ。こんなんじゃ足りないんだよ。待て、先ほどヒンドウが渡した物資で今週城まで持ちこたえられるはず。たとえあの人数でも十分だ。ヒンドウも山を下ったことがあるゆえ、一人が生き残るため今週にたどり着くために必要な最低限の物資量を知っている。おい、なんだよ。もう少しくれてもいいじゃないか。お前らだって物資に困ってるわけじゃないだろ。貪欲は苦しみをもたらし、満足は富をもたらす。ヒンドウはあなたたちが無事に町へ戻るためのことをしたまで。いや、ジョーちゃん、知らねえだろうけど、今じゃ金も稼ぎにくいんだよ。もし町に行って仕事が見つからなかったらマジで大変だぞ。ヒンドウも似たようなものだった。山を下り、かろうじて今週までたどり着いた後、一から勉強し仕事を学んだ過去がある。頻度でもなんとかなったんだ。経験も知識もあるあなたたちにならきっとできるさ。それでも生活に困り仕事を求めるのなら、六千茶屋の関心頻度を尋ねるといい。ああ、分かったから、もうこれ以上しねえよ。ほら、戻るぞ。もうお説教はごめんだ。頻度はそういうつもりでは。待って、盗んだものを返すんだ。覚えてやがったか。へいへい、これでいいだろう。破壊した偵察装置は一つだけですか？そうだ、一つ目をやったらあんたらに見つかった。本当ですか？でもそちらの偵察塔は。知らねえよ。あれはとっくに壊れてたようなもんじゃねえか。茨だらけで触れやし。わかりました。
予期の駐屯地も近いですし、漂白者さん、関心さん、まずは偵察装置を修理しましょうか。行こう。行こう。えい、幕開けたよ。それ行こう。これも音の力ね。引け。行くよ。一気に行くよ。これで終わりよ。大事にしないとね。これも音の力ね。
これも音の力ね。油断した。アンコールの時間だ。はあ、アンコに近づくな。悪くはない。ここへ来た甲斐があった。電話茨を取り除いて信号灯を直さないと。この茨、力ずくではちぎれないようだ。周りに何か。この茨、力ずくではちぎれないようだ。周りに何か使えるものはないか。イエーイ。カンシンさん、平気ですか？ヒンドウが戦場に出るのは初めてだ。城内との雰囲気が全く違う。届いた物資を確認しましたが、足りません。全然足りません。再度城内と連絡を取り、できるだけ早く追加の物資を要請してください。しかし申請はまだ。城内に大至急手続きを進めてもらいましょう。たった1秒の遅れが前線を崩壊させます。あいつらはそんなことにも気づいてないの？はい、リストをお渡しします。いざとなったら直接私と連絡を取るように伝えなさい。ではお願いします。もたもたしない。まだ運び終わってない物資もあるでしょ。どちら様でしょうか？増援の方ですか？ああ、予期軍の方ではないようですね。予期軍の東伯所属のヤイアンです。そしてこちらは。すみません、少々お待ちを。
気をつけなさい。この箱に入っているのは全部医薬品よ。もし怪我人が使える薬がなくなったら誰が責任を負うの？丁寧に扱いなさい。東博？ならば増援ですよね。ちょうどよかった。すぐまた前線から負傷者たちが帰ってくるので、ちょっと失礼。もしもし。オーバークロックした共鳴者がいる。わかりました。すぐ移動してください。私が対応します。お願いです。その手伝っていただきたい。負傷者を世話する人手が足りません。私は今からオーバークロックした共鳴者のところに向かわなきゃいけないので、そちらをお願いしたい。具体的に何をすれば？彼らの安全を確保してほしい。治療はプロに任せて。ありがとう。軍隊というのはこんなに忙しいのだな。息をつく間もない。これが後方支援です。前線の戦士たちは命令に従い、敵を打ち倒すことに専念すればいい。それに対し後方の人員は考慮しなければならないことがたくさんあります。物資、医療、点検、人手、管理。後方の綿密なサポートがあって初めて前線が機能しているのですよ。なるほど。戦場はこんな厳しい場所なのか、知らなかった。大半の方は知る機会がありませんからね。むしろそれが普通かもしれません。それに人々が心配や恐れを抱かず安心して生活できるようにするというのも。だからこんなのかすり傷だって。俺は戻る。落ち着いてください。出血が止まっていません。大したことねえよ。腕一本なくなったぐらいじゃ俺は止められねえ。してねえよ。俺の共鳴能力は自分で傷口を癒す。ただ今回は少し時間がかかるだけだ。治療。動かないでください。あなたは危険な状態にあります。落ち着いてください。お願い、この人を押さえつけて。わかった。大丈夫か？大丈夫。少し息苦しいって平気。やっぱり呼んでこよう。手伝ってくれてありがとう。少し休んでもいいですよ。ひどい怪我だ。心配しないでください。全員処置は終わっています。そのうちまた戦えるようになりますよ。それにしてもキエン将軍が予期の制度を改正して以来、負傷者の数は大幅に減りました。先輩方の話によると、以前の軍隊には一般人も多くいたそうで、その頃の戦場では死体が散乱し血が川となり、辺りには雨でも洗い流せないほどの血の匂いが漂っていたらしいです。今の方がずっとマシですよね。それに一つ一つの傷はたくさんの敵を倒した証です。予期軍の共鳴者は皆一騎当選の強者。こんなにたくさん傷を負ってしまったのはきっと想像しきれないほどの敵を倒したってことなんですよ。国を助け民を救い、衆生を再度する。予期軍の戦士と比べれば頻道が成したことなどまだ足元にも及ばないようだ。
そう卑下なさらないでください。とにかく今日は手伝ってくれてとても助かりました。だいぶ負傷者たちも落ち着いたようですね。別の用事があるのであればもう行っていただいて大丈夫ですよ。一つだけ伺いたい、軍需官はどこにいる？軍需官ならここの上層部で調度品の配給をしているはずです。彼を探しているならそこのエレベーターから上に行くといいですよ。漂白者さん、どうしましょうか？これは道場でも使われている栄養補助のレシピだ。負傷者の回復に役立つかもしれない。ぜひ受け取ってくれ。え？あ、はい、ありがとうございます。在庫の確認は？備品リストは？消耗品の集計を早急に。通信経路も点検もまだ。正月、このリストを上層部の亜室のところに届けてくれるか？あなた、正月じゃないですね。正月はどこ？何か用事でも？失礼します。私は予期軍所属東博の一員。こちらは漂白者さんと人探しをしている関心さん。今週は光流の石章、そしてここ石崩れの高地は今週の2番目の石章です。ここを守るということにはそれ以上の意味があります。残像は人間とは違う。奴らに交渉や休戦は通用しません。だから残像が存在する限り戦争が終わることはないでしょう。果てしない戦争を前にした時、それと相対する軍隊を支える役割が求められる。これが私たちの仕事。金堂は先に人探しに向かうが、後ほどまた漂白者殿、ヤンヤン殿と交流したい。これはどういうつもりだ？ああ、私としたことが手榴弾と間違えて。これはマンゴスチン。数十年前、悲鳴により全世界が技術劣化と資源不足に陥った時に使われていた古い兵器です。黒石武器の開発も始まってはいたのですが、人々の黒石に対する認識はまだ不十分で、過去の兵器と融合させたものがたくさん作られました。手榴弾もその一つです。今は黒石武器の研究が進んで、そういった兵器の出番も大幅に減りました。私の調子はどうですか？チエン殿を見つけた。彼はこれから福波の物資輸送隊に同行して城内に戻り、漂白者殿とヤンヤン殿はまだ用件があると聞いているが、二人に助けられたこと
生涯忘れない。関心さんについては予想外の出来事でしたね。今回漂白者さん、何か思いついたのですか？つまりマンゴスチンの意味は今週の戦争の要キエン将軍ということですか？ここはまだ後方ですが、すでに風から殺戮の気配を感じます。緊張。しない。まだ戦える。これでどうだ。反撃の時だ。風に乗れ。
かしましたか？どこか具合でも？びっくりしました。突然声をかけても動かなくなったので。一体何が起きたのですか？視界が残像のものになって、北楽野原で起きていることが見えた。青龍を操って軍を率い、万軍を凌駕する勢いを持つ、それは予期軍の旗印、紀炎将軍の象徴です。すぐ先の戦場では、その紀炎将軍が戦士たちを率いて残像町に立ち向かっています。偶然とは思えないですよね。導かれた戦場の近くで、ちょうど鎮守軍将軍が戦っているなんて。本当に空間を超えて戦場を感知したようですね。この戦場はある異変の予兆のようですね。あるいは北楽野原から伝わっている流れ息がいつもより不気味な感じがします。漂白者さん、今この時あの戦場はあなたと何かつながりがあるはずです。残像と共鳴したのでしょうか。漂白者さん、白氏は葉っぱに残像の周波数が残っていると言っていた。最後の印が指している場所はあそこだ。そちらは中部大地、吉村の方ですね。